スタートしましまた外枠勢がいいスタートですがまず11番のクラウンディバイダーそして15番ブラックスピネル8番クリンチャー3頭がいきます向こう上面まず外から15番ブラックスピネルハンデ5 7キロがわずかに外 から前へ出ます2番手11番のクラウンディバイラ53キロ前にと3馬身がいて8番クリンチャーハンデ頭57.5キロ外に16番センテリオ早めハンデ53キロです5番手には5番のジランボ54キロがつけていきましたその1馬身後ろ1番サトノキングダム54キロ外からは14番サトノバルキューレ54キロが行って間に9番レイエンダ57キロ3番ダイワキャグニーもう1頭ハンデ頭57.5キロ中段インコースです 外回りコースへ向かっていきます一番後ろ4番のフランツがハンデ55キロです3コーナーに向かって行って13番の剣を55キロの追走外からは18番ダッシングブレイズ56キロの追走3コーナーのカーブを迎えます3コーナーカーブしていく各馬。後方にかけて7番のユーキャンスマイル57キロが行きました外からは 17番のゴールドサーベラス5 4キロそして10番のカバル5 4キロ後方にかけて5番のカデナハンデ5 7キロが行きましたあと後方2番アクート5 4キロ1 2番湘南バッハ5 4キロ一番後ろ外回りから直線へ出てきます15番ブラックスピネル先頭リード1馬シンです11番クラウン・ディバイダ8番クリンチャー早め3番手里のキングダム時短坊そしてユーキャンスマイル一段で外回りとの合流点を過ぎていきます まだ粘っているブラックスピネルリードを1馬身、ムチが入って追ってくる里のキングダム、外からジナンボー、間からはクリンチャー、内に持ち込んでユーキャンスマイル、フランツが追い上げて、外からの追い上げは湘南バッハにあるいはカーデナ、レイエンダは中段伸びはどうか、残り100を切っている、ババの真ん中、ユーキャンスマイル、わずかに先頭ですが、外から5番のジナンボーが捕まえに行く、ユーキャンスマイル、ジナンボー、ユーキャンスマイル、ゴールイン、ユーキャンスマイル、ジナンボー、同じ勝負服の2頭ですが、 わずかに7番ユーキャンスマイルしとけたか